20世紀の終わりに発見されたデジタル生命体デジタルモンスターデジモンはネットワークの中に存在するデジタルワールド時として彼らは現実に姿を現し人々に友好的な生物としてだがその記憶も時の流れが緩やかデジモンは冬の終わりに密かにやってきたデジモンは画面の中を自由に動き回り時そんなデジモンを君は微笑ましく思い親しみそして今この瞬間も君と同じように
ルキャノン。電車の妙なところに現れたな。百味。やるぞ。ダッシュメタル。手を出す。よくやった。待て。足で待てよ。ドルモン、やれるな。Yeah.
も。やめておいた方がいい。手を出す。
ああ。